性の下着で好きなもの、嫌いなものをそれぞれ教えてください。また男性の下着でドン引きした経験談も聞かせてください。一番好きなのは多分女子多いと思うんですけど、ボクサーパンツですね。かっこよく見える2000万とかもボクサーですし、私の彼氏にはボクサーパンツを履いてほしいです。で、嫌いなパンツはね、すごい結構深い感じに入っちゃってる白いブリーフ浅めだったらいいんでしょうけどね、結構おへそ周りまで結構上げちゃってる方の白いブリーフは好きじゃないかな、嫌いかなで、ドン引きしたのはね、ティーバッグ、勝負下着で来てくれたのかわかんないですけど、赤いティーバッグ、もう本当に股間を隠すだけ、紐も細いし、でそのまま股間だけ隠してるタイプのティーバッグで、後ろもほんと紐パンで食い込んじゃってお尻丸出しの、ちょっと動いたら見えちゃうんじゃないっていうキワキワのピッチピッチの赤いティーバッグはドンキしました。エッチの際、相手が喜ぶと思ってしてあげたことが全くハマらなかったことはありますか？その時は何をして相手に何と言われましたか？ですね、彼の誕生日の日に、彼がものすごく甘いものが好きな人だったので、チョコレートソースを買ってって、で、チョコレートプレイをしてみたんですけど、チンチンにね、チョコかけて、チョコバナナって言いながらかけて、舐めたりとかね、してたんですけど、さほどね、興奮してもらえず、なんかただただ、ベタベタするね、ぐらいの感想。で、いまいちね、興奮にかけるプレイになってしまったなって思いました。